あたしが着いたのは女人数の朝色という名の鎧屋だった愛した男が帰らなかった。あの時あたしは国を出たのさ。汽車に乗ってまた汽車に乗って貧しいあたしに変わりはないが、時々思うのはふるさとのあのプラットホームの薄暗さ。鎧屋だった。